アキュート。叩かれすぎくらいがちょうどいいんじゃよー。に対するみんなの反応。ほう。ドン引きする気流員。あの何でも好意的に見てくれる気流員が。闘魂注入。それ僕のスキルじゃないかい？君はそれはいらないんだ。オペさんは何もしなくても勝てたし。オペさんは注入しなくても走ってくれるから。まあオペさんの晩年はずぶくなってたし、アキュートさんも注入というよりは高ぶりすぎるコントロールの意味合いが強いんだが。ムチが飛ぶ。私が無理言ってやってもらってるだけなんよ。んほう。ひそひそ。和田裕二、闘魂注入ムチが飛ぶ。教え子の女子高生を9年叩き続けたトレーナー。実際バレたら普通の意味で叩かれそうだけど、9年やったからもう OK なのか？アキュートさん何歳なの？時空が歪んでない？そろそろお肌の曲がり角なのよ。ストーリー見たとき、これ結婚しなきゃ嘘だよなってなった。闘魂注入した分責任は取るはず。引けてないからおばあちゃんぶん殴ってるようにしか見えない。完全無欠のオートパイロットみたいに言われてたけど、オペさんもすぐ空使ったりなんだかんだ暗情パワーは使ってたって話も出てきたね。さあ行くぞ、闘魂注入肩叩き。女性の20代の大半奪っておいて、はいさよならが許されるわけないじゃん。16歳から契約としても、9年で25歳トレーナーは推定31から32。東京大商店で、タルマエちゃんとサウンドプルーが自分を超えたのを見届けて引退して、年末年始で結婚とハネムーンしてそう。なんでリッキー抑えられてるんですかね。クラン・モンタナさんが何か言いたそうにしている。クラン・モンタナさんはカメラ向けられるといいタイミングで決め顔しちゃうし、クーちゃんは寝てる。クーちゃんはキレはないしエンジンかかるのめちゃくちゃ遅いけど、やる気ないわけじゃなくて毎回一生懸命走ってるってリュウジも言ってたし、ともすればすぐにサボろうとかやる気出さないクランモンタナとは違うのよ。ズブ馬にも2種類。オペさんは2001時代なら闘魂注入も有効だろうけど、馬娘の世紀末覇王オペラ王は2000年だもんな。バーバシナリオでもそうだったように、闘魂注入を必要とするんじゃなくて、それを教える側の時代のオペさんだ。これだけ長期間現役だと、学園での扱いはどうなるんだろう。ズブ馬といえば新規で出てきたヒシミラクルがズブインだっけ？どういう描写になることやら。宝塚記念はゲートから追い始めて2200メートルロングスパートして勝った。スロースターターすぎる。ズブイというか、最後のスピード勝負だと他の馬と比べてキレで負けるし、強みを生かすために、早めにスパートとかスタミナで勝負しよう。みたいなネタは他のキャラのシナリオでも出てくるから、まんまそんな感じでは。おとなしい系の女ユージトレーナーに闘魂注入してもらってるのなら、絵面が微笑ましいのでは？シリウスのマックも10年くらいいるから、あの学園多分終身制。中学13年生。バーバは普段は可愛いお清楚少女すぎる。ユージが諦めないことを覚えたのは、オペラ王の有馬のおかげだから、オペラ王に闘魂注入することはないんだ。シミラクルの2200メートルロングスパートと、その後インタビューで死にそうになってる安城は、カンテレがつべに上げてるから必見だぞ。バーバとトレーナーはプロポーズとかはなく、いつの間にか結婚してるタイプ。事実婚状態だけど、申請に必要になったから届け出すような感じで結婚する。一緒に書類出しに行くんだろうか。バーバはすでに孫くらいいる。こたつで一緒にみかん食べながら吠え、結婚。そうじゃねえ、しましょうか。みたいな感じで結婚する。指輪をもらってしばらくはめて綺麗じゃねえと喜ぶが、なくすと怖いので衣装タンスの引き出しにしまっとこうねして、ずっとこたつで二人でニコニコしてる。中等部だとしても21高等部なら24。合法ですね。同僚とかにいつの間に結婚したの？結婚式呼んでよ、とか言われるけど、そもそも挙式してなさそう。たる前にバレてめちゃくちゃ詰められるアキュトレ。
トレセン学園の英名的に大学も入ってるみたいだから、バーバも9年学園にいてもおかしくはないんだよな一応。車乗れるマブがやっとデビューするような設定だしな。オペは顔というか表情が有事の擬人化すぎる。トレセン大学とトレセン大学院。本格化が個人によってバラバラだから、場合によってはせっかく走れるようになっても、時間切れで卒業になっちゃうし、長めに在学期間があるんだろう。中学から大学院までと考えると、だいぶ長い間在籍できるな。大学大学院と単位互換のある高等部専攻科があるに違いない。芝の引退が早いだけで、ダートは結構長いこと在籍するだろうし。大学クラスの座学もあるなら、教員数も多そうだな。バーバの声良すぎる。子守歌ボイスとかない？要望出したら売るかもしれん。指輪もらったらえらいこっちゃーで走り回って即バレするのもあり。そういえば URA 終わってもさらに上のステージあるんだったな。バーバはそっちで走り続けるんだろう。お式はあげてないのよってバーバのボイス付きで言ってた気がしてくる。代わりにオペラーが二人を称える舞台やってくれる。ノーマルエンドだとアキュートのパパからジム託されて、二人で継ぐんだっけ？グラスちゃんもジム運営に参戦してくるのいいのってなる。ゲームで怒涛がペラ王に渡すプレゼントの放送が、タコ笛の勝負服柄と聞いてうってなった。トレーナーさんに力強く叩いてもらうとレースで勝てるんだよ。最近トレーナーさんに叩いてもらわないと元気が出なくてねー。レースの後は叩いた場所を謝りながら優しく撫でてくれるんよ。バーバってもしかしてド M なのか？それはそうと女の子を何年もバシバシ叩いてるのは責任取るべきことだと思う。成人までバディ組んでるし、引退後は責任取るでしょ。オペさんはお前の闘魂入れるタイミング早いよって教えてた方だからな。ルドルフも僕に教えてくれた。実際賢い馬ってレースと自分の実力をちゃんと理解してるんだなと。覇王は支えるだけでいい。アキュートは覇王じゃないので、注入して叩いて喜ばせないとダメ。オペさんは賢くて闘魂注入いらなかったタイプ。バーバは闘魂溢れまくって叩かれて、さらに燃え上がるタイプ。一発寝たかと思いきや、結構やってた闘魂注入。オペさんは5歳になってさすがに少しずつずぶくなったけど、アキュートさんは年取ってもずっと荒かったし、ずぶくなるどころか、むしろ真面目に走れるようになったくらいの気性だったから。オペラ王はずぶさのかけらもないからな。先頭に立つと気を抜くだけで。王子はさあ全てを知ってる人なの？サイゲ君はオペラ王なら多少未来が見えてもいいと思ってるとこあるよね？馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。